PC エンジンファンの皆さん、こんばんは、ラックスです。今日の PC エンジンマラソンは416本目、トラベルエプルをお送りします。PC エンジン、オリジナルの対戦型アクションゲーム、見下ろし型で、相手に、ね、どんどん物を、投げて、相手のヒットポイントを削って、いくという、ね、ゲームでございます。はい、南極のペンギンたちが北極の白クマを相手に大暴れ。黒金さん、コーヒーさん、サンジさん、アランプクロスさん、森さんが一番さん、ゴールデンバーグさん、8個目さんいらっしゃい。エリエルさんがレグドです。和骨です。はい、9個目さんいらっしゃい。まあ、ペンギンというと、この人間のね、顔がついてる、ね、人間が着ぐるみを着た感じの可愛いペンギンですね。10個目さん、12個目さんいらっしゃい。上総俊樹さんがレグドです。和骨プル。シエルさんいらっしゃい。92年9月4日発売、日本テレネット、ライオットブランド、スーパー CD ロムロム。6980円。アクションゲーム、2人対戦もできます。マルチタップ対応。バックアップ1箇所だけで18バイトですね。15個目さん、鈴田さんいらっしゃい。ペンギンもどきの。まあ、ペンギンなんですけどね。ペンギンもどきっぽいけど、なんかペンギンって言ってますね。シャドルさんいらっしゃい。夏にぴったり。南極からですからね、始まりが。ゴールが北極。広告貢献1位、黒金さくら花さんが1500プトニコに広告しました。あれツバメですか、あれはツバメ。チャンネル紹介枠はトラベルエプル。はい、トラベルエプルいきましょう。人群にいる太ったツバメのあいつですか。わら、あれツバメ、黒金さんあれです。シャトルさんが1200プトニコに広告しました。PC エンジン版、結局南極大冒険と言われたゲームですよね。結局南極大冒険かな。仲良し3人組、エプルがこの女の子ですね。猫じゃらしさん、10万石さんです。南極生まれの女の子、明るく陽気で元気いっぱいのパワフル少女。なぜペンギンのぬいぐるみを着ているかは秘密。てんてんてん。この男の子、これがパル、エプルの幼馴染、熱血少年でエプルと同じく北極討伐隊の一員に選ばれる。出番は少ないが、エプルの活躍をサポートする。タコシさん、ドルジュさん、おじさんがレード。そしてこのちっちゃい子ね、タップリン。エプルの友達、まだ小さな子供ペンギンだが、エプルをしたい北極討伐隊に潜り込み、北極までついていく。ハヤケンさん、バーソナル。ふぃー。可愛らしいもうねゲームでございますよ。可愛らしいゲームって大抵難易度高いですけど、これはね、難易度はねそんなに高くない。セーブもついてます。はい、なんでね北極に討伐行くのかというと、毎年恒例となっている北極の白クマたちとの宴会に出席した私たちペンギン族の代表たちが帰ってこないという事件がありました。28個目さんです。時代を重く見た我がペンギン州長は、宴会が開かれたアマゾンの奥地に調査隊を送ったところ、帰ってきたのは仲間の死体と、世界の水面量は白クマ族が決めるという白クマ王からの宣戦布告の手紙だったの。ネコさんあれです。実はあまり知られていないんだけど、地球の水面の高さを決めるのは北極の白クマ族と私たち南極のペンギン族の手にあったのよ。それで白クマ族とペンギン族はお互いが滅亡しないように1年に1度赤道直下のアマゾンに集まって大宴会を開いて仲違いをしないようにしていたの。そうだったんですね。水面の高さの量はペンギンとシロクマが話し合って決めてたんです。でも何百年か経つとシロクマ族もペンギン族も地球の水面のことはすっかり忘れて、ただ宴会だけを楽しむようになっていたの。ところがただ一人水面量のことを覚えていたのがシロクマ王だったわけ。32個目さんです。そんなハードないゲーム。で、シロクマ王は自分だけで水面量を決めることにして、宴会に出席したペンギン族を殺してしまったということなの。これに怒ったペンギン州長は、世界の水面量とペンギン族の名誉のためにペンギン族の中から精鋭を集め、北極討伐隊を出発させることにしたのというのがね、ストーリーでございます。第2話さんです。いかがです。水面量決めてたのはね、こういうことだったんです。あら、なんかバグってるもう一回やり直そう。あ
はい、白熊族がペンギン族をね、はい、きちんとやったのか。やったんですよ。おのれ白熊。ねえ、42号線。なかなかひどい話ですね。ひどい話なんですよ。見た目可愛いんですけど、ストーリーは割とハードなんです。やっと残酷なプロローグ、割と殺伐としてますね。なんで。はい、じゃあ行きましょう。ワンピースタート。第10位にランクインしました。北極討伐メンバー選抜大会。あれこれブルーエドだと主人公が脱ぐやつでしたっけ。ブルーエドっていうかなんか戦闘シーンの基本裏技みたいな。画面には爆弾とか棍棒とかのアイテムがいっぱい落ちてるの。そのアイテムを拾って相手を引き付けるのよ。そうなんです。広告しました。お相手は私の一番の友達パル君。パル君とカズキルさんです。戦闘開始よ。はい、もうどん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 拾って投げつけていくんですね。52個目です。牛乳は体力回復ですね。体力ゲージ2ゲージあるんでね。いてて2ゲージある。はい、これ広告公開され、自由弾はね割と優が高いですよ。はいはい、よし、はいよ、はい、あっという間に。でワンボタンはね、殴り武器なら殴れます。高さに白熊族と戦うためえりすぐりの精鋭部隊を結成しなければならない、うん、北極討伐隊選抜大会じゃ。はい、この殴り武器、殴り武器を取ると、あた攻撃がちょっと、あいちょいちょいちょい、あらやっと、あらやっと、はい、いらっしゃい。よし、よし、よいしょ、よし、よし、どうですね、人間。なんでペンギン同士で戦ってんだろうと。豚さんっぽいですか。フルスイング、はい、フルスイング、原稿機でリメイクしたら、よし、はまってる、よし、ありがとうございます。入るとね、これはワープゾーンなんですね。よし、よし、大体殴った方が、敵やってるこのこのね、これこのパターンでハマる時はね多いんでね、割と。はい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 、あぶね、はいはい、おっとあぶね、はい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 、あ、時間は無敵時間が長くてね、出てくる、あぶね、持っているんだ。白クマはね、あの鉄パイプは攻撃力が高いです。出て出て鉄パイプ取るで、はい、出て出て、はい、はい、出て出て、はい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 、エプロン姉ちゃん、僕も一緒に連れてってよ。討伐隊じゃないですよね、一人だけですから。ねえタップ、これは遊びじゃないのよ。あなたを連れて行くのは討伐隊なのに一人で行かなきゃいけない。おっと、なんか出てきた。白イルカかなんか出てきましたよ、これ。えい、えい、えい、
弾は攻撃範囲はね狭いですけど、攻撃力がね一番高いですよ、ね、当たったら強いです。赤い爆弾は結構広範囲、これ自分もね自爆しますから気をつけた方がいいですよね。自分も自爆あります。スーナーさんがです、これは人間じゃないです、人間だよ。ブブ抜けないでしょ。ボコボコに殴ってたら問題ですね。遊ぶじゃないんですよ、あれ。もうペンギン族と白クマ族とのもう争いですね、戦争です。あれです、タプリンに血がしがみついてるお姉ちゃんが。さあ海を渡る不屈のペンギンたち。ペンギンなのに泳げないとは。泳げないのよ。泳げないで、ペンギンだけど泳げないです。お前たちペンギンのようだが、なぜこんなところ。ペンギンのくせに溺れるのか。最近海の様子もおかしいし、何かお前たちに関係のあることではないのか。少々悪いが、お前たちを試させてもらう。なんだ、試させてもらう。我々と戦って勝てば、お前たちの力を認め、先に生かしてやる。なんと。そんな理不尽な。うるさい。これが世の中じゃ。行くぞ。理不尽な。開始じゃ。ね、海底族の多さって言ってますね。海底族、アンコウみたいですね。アンコウみたいな。厳しいな。厳しい。おっとっと。よいしょ。あ、えでででで。えい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 。あ、やべ。よし。はい。どこ押さえる？えい。えい。はい、だ。よいしょ。可愛いキャラが物騒なものを振り回す、ね、物騒なものをね振り回す。何でもアイテムはねこれランダムなんでね、どん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 拾ってもいいですし、何が出るかは分かりませんからね。もうよし、バットスイングにダメラがない。はい、フルスイングフルスイング。はい、次の相手はやるかやられるかですね。えい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 、はまった。今なんかキャラクターパクったような気がしたけど、気のせいかな。はい、認めてもらったんですかね。ここから先はおっと、何が出てきた。さあ、またボスが出てきた。ザリガニだ。えい、えい、ロブスターだ。外れた。えい、ただ。えい。いらっしゃい。オッケー。はい、いらっしゃい。次はアメリカだ。アメリカ。ちゃんと連れてってよ。ブシャーン。はい、アメリカにね途中で寄りました。アメリカ脱出編。
でまだ覚えてないんですけどね、この後魔法ね覚えます。1ステージに1回使える魔法が ね、全部で5種類だったのかな。この攻撃はやる気なさすぎませんか。わら、もうこれね、はめるかやるかやられるかですか。こっちもね、はまる可能性あります。実験動物たちと戦ってもらう、はめられてね、あっという間にやられちゃう時もありますからね、気をつけないと。ちょっと簡単そうで、まあ簡単なんですけどねたまーに頑張ってちょうだい。次はアメリカだ、アメリカ脱出編、何しにアメリカ行った。途中でよちょ寄り道だったんですかね。相手もはめ殺せますけどね、こっちも はまっちゃう時はありますからね。いやいや、出して。おお、こんなところでお仲間に会うとはな。白熊族のことは噂で聞いてるぞ。この先の家に行きなさい。昔わしが住んでおったんじゃ。そこに魔法の杖が置いてある。あ、魔法の杖がね。はい、行きなさい。グズグズしていると研究所の所長たちが追いかけてくるぞ。はい、家に参りました。おっと、えい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 。何気にペンギン主人公のゲームってありますね。結構やっぱペンギンは可愛いからかね、主人公になることが多いですかね。あ、ここはね、あ、ちょっとここはルートがあーちょっと痛い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 。ここもここはルートどうだ。あいしょ。はい、ここは魔法の杖を取ったらクリアになります。白クマが主人公のゲームはないな。白クマは確かに敵率高いですね。ペンギン魔法を手に入れた。光の玉が体を守るぐるぐるボール。アイテム持ってない状態で使うんだ。まあ、アイテム持ってない状態でワンボタンを押すと、魔法の、ね、選択画面になりますんで。おっと、船に乗るつもりだったのか。残念だったな。行け、実験動物ブラッテンマウスよ。あ、勝手に白クマありましたね。勝手に白クマってね、白クマありましたね。勝手に白クマ。さあ、実験動物。あ、いたいたいた。あ、出た。ありましたね。それぐらいですかね、白クマって。ちょっと、あそこの爆弾取りには危険だぜ。あ、外した。これが動く。こういう時もどん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 取ってね、投げないと。回復アイテムが出るかもしれない。あぶねぶねぶね。あー、絶景にクマのパンダがいたね。あー、外した。あー、クマウトもありましたね。クマウトでクマがクマウトありましたね。あー、ちょっとこれやられちゃう。あ、そうだ。はい、バリアが。パンダもそうだね、やっぱパンダも。
あいだだだだあーあーあーいかん赤引かないだなかなかねえ荒ぶってる荒ぶれてるジョギタンはペイント入れてくるからなねえわー終わったこれゲーム企画開始時にペンギンって決めていこうペンギンのこと忘れて作ったんじゃないかなってぐらいもう世界観わからんこんばんはカワウソおじさん国民の人が主人公のもありますよねあ あれはあれはだって映るんですよコンティニューコンティニューはステージの最初ですねまあ短いんでね最初になってもデンセルンです。どこだね。映るんです。お前にはうちの実戦動物たちと戦ってもらう。どうやってこの国まで来たかは知らんが、大したもんだ。さあ、頑張ってちょうだい。あいつ画面上の角が玉の橋のゲームは当たり前にわかりますよね玉の橋はわかりますねはい頑張れ玉の橋押すとリッチのゲームありますね玉の橋でいいよし、まあ、動物主人公結構ねありますねRPG とかだと結構まあね敵であの動物系のキャラっていますねバリーンあちょっと邪魔よしあ水箱大冒険あれはカバですよあれカバって書いてありましたよ説明書にカバだったあらヒポポそうそうヒポポワーズのあんなじゃないあれドラグッズだったよいしょこの枠を毎日見てたらね勘違いしない水爆は結構ちょっと前にありました誰ですブーミンは何だっけカメレオンもありますねダンカスライドはカメレオン君のレオン君がアルマジロもねハリネズミはハリネズミあったいいよ今度はいいよよいしょカモナシのテスト空飛んでましたよねエンディングかなんかで直撃あ、今回回復アイテムがいっぱい出てくれるよしよし勝ったらねはいペンギンがやっぱりペンギンくんゴールとかねアルマジロってありましたね結構レアじゃないですかあれなんかに負けるわけないでしょパチ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 言い方が可愛いですねスナフキン確か人間でしたよねスナフキンは人間じゃないですかねわらわら
煽っていくスタイル。煽っていくこのスタイル。え？ありますね。わら。結局南極大冒険とか煽りまくる。わらわら。煽りすぎ。あっと、北極行きじゃなかった。北極行きじゃなかったんですね。煽ったはいいけどね。バーカバーカ、それ日本行きだぞーって言われてる。どなどな。日本に来ちゃったんですね。日本に来ました。タップ。空港にでも行こう。運が良ければ北行きの飛行機にでも乗れるかもしれないよ。はい。日本から何とかしてね、北極に。楽しい時間もそろそろ。あ、もうあっという間ですね。全部で7ステージ、セーブもありますんでね、ステージごとにオートセーブされてますんで。ルガヤさんではただいま売り切れ中、楽天では8900円。まあ続けてやっても、ぜひお買い求めください。まあステージがね、早いんで。1時間もいかないですかね、大体ね。はい。RTA も確かしたような気がしますけど、ちょっと忘れちゃった。あ、割と高くなってますね。はい。皆さん。早めに見つけたらね、ゲットするのがいいね。あ、対戦モードもついてますからね。対戦モードもついてますんで。お高い。可愛らしいね、キャラクターなんで、もう、誰にでもできますね。ルールも簡単だし。はい。それでは、持ってた人は1番。2番はまだ持ってないよって人ですね。昔はもっと安かったんですよね。ここ最近じゃないですか、これ上がったの。はい、前回はですね、そんなに所持率が高くなくて、わずか 5% でした。面白そうなんですが、中古価格が安くですね。そうですね、1キッパーぐらいだったらね、手に取りやすいんじゃないですかね。まあ、一人用はまあまあね、クリアは早いんで、ちょっとね、あれかもしれませんけど、まあ、久しぶりにこれ、行きますか。これどこが BGM が出てる。はい。テレッ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 ストーリーも割と深いというかね、はい、面白いですよ。今回はどうでしょう。でかでかで、あ、倍に上がってる。 10% パチパチパチてて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  5% が10代になったから2倍にはなった。はい、やりました。はい、ご視聴ありがとうございました。今日はトラベルエプルをお送りしました。明日は、明日もね、また日本テレネットですね。あの、F がやってきます。お楽しみに。F! オズです。オズでした。オズです。オズでした。オズです。オズでした。オズでした。何かな？どうでした？どんな F がやってきます。どうでした？早そうなあの F が。F が。オスでした。オスです。スパロボかな？何かな？